マケドニア王アレクサンドロス3世の死を記録している天文日誌の部分バビロニア天文日誌またはバビロン天文日誌は古代バビロニアで体系的な天文観測記録を記した設計も自分書群である天文観測に基づいた先生術による予言を中心とした政治的な内容も多く記録されておりさらには特定の日付の日用品価格や天気までも含まれている 現在この文書群は大英博物館に所蔵されている。バビロニア年代記はバビロニア天文日誌を参考にして制作されたと考えられている。バビロニア人は知られている限り世界で初めて定期的な天文観測を行い数学的な予測を立てていた。重要な記録の中でも最も古いものは N マエヌアンディル文書群のタブレット63。 アンミサルカ王の金星についての年度版文書にある金星の出没に関する約21年間の記録である。これは惑星の運行が周期性を持っていることが認識されていたことを示す最古の形跡である。ナボナスサルの知性からは何らかの前兆と考えられるような天文現象が体系的に記録されるようになった。ここから観測記録は量、 頻度、質いずれにおいても著しい向上を見せている。これにより、例えば約18年周期の年食をもたらす、サロス周期などが認識されるようになっていた。の編集により、バビロニア天文日誌は、アストロノミカルダイアリーズアンドリレーテッドテクストフロム、バビロニアと題して翻訳出版されている。ありがとうございます。